Go Buster! あ、見てバスターだよ。大好きな黄色いバス。でも待って、いつもみたいに鮮やかな黄色じゃないね。ねえバスター、ペンキを塗り直した方がいいみたい。ちょっと汚れて見えるよ。いい考えだね。ペンキ屋さんに行けば解決できるね。満足げなお客さん。バスターは黄色いペンキを塗り直すこととても楽しみにしてるよ。新車のように見えるだろうね。わあ、何が起こったの？びっくりしたね、バスター。あらまあ、バスターはペンキの缶をごちゃ混ぜにしちゃったみたい。きっと気がついてないね。色は合ってるのかな？さあ、どうぞ、バスター。黄色いペンキを。あらまあ、黄色じゃないよ。バスターは赤く塗られちゃった。きっと気がついてないね。自分の姿を見てみてバスター。赤いバスになっちゃったよ。ペンキ屋さんにすぐに戻って。どうしよう、ペンキの缶を全部倒しちゃった。もうどれがどの色かわからないよ。もう一度。ああ、これでもないね。バスター今度は青になっちゃった。ジェシーはとてもびっくりしてる。だってバスター真っ青なんだもの。きっと今度は黄色のはず。まだ黄色じゃない。バスター今度は緑色。見て、トニーが動揺してる。4回目の挑戦。目を閉じて黄色をお願いして。バスター、どうしよう。ジェシーとスカウトまだバスターだってわからないみたい。バスター今度はピンクになっちゃった。待って、バスター、それが正解かわからない。虹色バスのバスター、ロビンは気に入ってないみたい。どの缶だろう。この中のどれかが黄色のはず。結果は、ふう、やったね。これこそみんなが知ってるバスのバスター。ピカピカに光る黄色のペンキ、とてもかっ。やあバスター、また楽しい一日になりそうだね。あ、バスのバンディットだ。気をつけてバスター、ぶつかっちゃう。で、どうしちゃったの？空中に浮かんでる。すごいね、バスター。飛べるんじゃない？わあ、スーパーヒーローになったね。とっても速い。スーパーバスターだ。ヤッホー。なんだろう、パトカーのオーティスだ。トンネルの中で何を探してるのかな。あ、バスのバンディットだ。何してるんだろう。また悪さを働いてるね。しまった、バンディットは石を落としてオーティスをトンネルに閉じ込めたよ。バスター助けなきゃ。バンディットを逃がしちゃいけない。あの石はとても重そうだね。大丈夫バスター、君はスーパーヒーローだから、きっとオーティスを救えるよ。目から光。わあ、レーザービームだ。よくやったねバスター、オーティスはもう自由。さあ、悪者のバンディットを捕まえて。いたよ、また悪さをしてるみたい。気をつけてスカウト。かわいそうなスカウト。スーパーバスターが来たからにはもう逃がさない。バスター、バンディットをやっつけるんだ。スーパーバスターにはバンディットも及ばない。きっといたずらをやめるはず。バスター、あとはスカウトを池から助けるだけ。バンディットを見て、池にはまってる。ああ、ただの空想だった。先生は呆れてるね。見て、ペンキ用のハケ。バスターは今日友達と部屋の壁にお絵描きするよ。楽しそう。ママバスがいろんな色の絵の具を持ってきたよ。窓の下の壁を使っていいって。バスターは何色にするか迷ってる。スカウトは紫、アッシュは赤、バスターは黄色を選んだよ。もちろんだよね。始めよう。おっと、アッシュがスカウトの真似して赤でピシャ、そしてバスターが黄色でピシャ。お見事。スカウトはまず何を描くんだろう。
ロケットだ、かっこいい。今度はバスターの番、何を書くのかな。丸花鉢、さすがバスター。キャビネットに書いちゃダメだよアッシュ。3人はペンキで遊び始めたよ。気をつけて、ペンキがそこら中についちゃう。あらまあ、部屋中ペンキだらけ。なんてこった。あらまあ、黄色いペンキが床一面に。紫も。ギャー、あの音は何だろうってママバスが気になってる。とても楽しかったね。でもあらら、こんなに汚れちゃったことを気づかなかったね。でもバスターに考えがある。アッシュのホースできれいにしよう。水でペンキが流れていくよ。その調子アッシュ。しまった、ママバスが来てるけどまだきれいになってない。さあ、ペンキを落とすよ。アッシュはバスターに水をかける。じゃあ今度はスカウトの番。とても楽しそうだね。最後はアッシュ。よくできたね、みんな。うわぁ、お部屋はピカピカだね。アッシュとスカウトはお家に帰る時間。あらら、ちょっと見落としちゃったね。やあバスター。えっ、おやおや、バスターはとっても気分が悪そう。やあスカウト、スカウトは一緒に遊びたいんだね。今日のバスター遊ぶ元気がなさそう。とても気分が悪いの。急いでスカウト、助けを呼んできて。かわいそうなバスター、誰でも時には病気になるよ。見て、バスターを見てもらうためにスカウトが救急車のアンバーを連れてきたよ。いい考えだねスカウト、アンバーならバスターをまた元気にしてくれるはず。救急車のアンバーはバスターがガレージに戻るのを助けてるよ。バスターのどこが悪いのかアンバーに見つけてもらおう。まずバスターのタイヤをチェックするよ。あ、見て、このタイヤ空気が全部抜けてる。空気を入れなきゃ。ほら入ったよ。バスターは少し気分が良くなったみたい。あれ、でもまだ少し元気ないみたい。あ、そうだ、温度計でバスターの温度を調べよう。よくないねバスター。アンバーはバスターのエンジンを調べるよ。大変、バスターからオイルが漏れてる。それは気分が悪くなるはず。アンバーはスパナーで修理するよ。大丈夫バスター、すぐ終わるよ。あと何回か回すだけ。はい、できた。よくやったねアンバー。もういつものバスターに戻ったみたい。もう元気になったから遊べるよバスター。とても嬉しそう。これこそみんなが知ってる大好きなバスター。アンバーはもう帰る時間。バイバイアンバー、バスターのお世話をしてくれてありがとう。今日の公園は風が強い。バスターとパパバスが遊びにやってきたよ。パパはバスターにとっておきのものがあるって。なんだろうね。見て、カイトだ。バスターは飛ばす準備万端。パパバスがカイトを空へあげるよ。うわぁ、あんなに高く飛んでる。さすがバスター。見て、熱気球のモンティだ。そんな、強い風が吹いてカイトが飛ばされちゃった。モンティに引っかかってるけどモンティは気がついてないね。うん、大丈夫バスター、パパに考えがある。おっと、気をつけてパパ。うわぁ、ナイスヘディング。さすがバスター。バンディットとアッシュは2人がどこかに行っちゃって不思議そう。バスターはモンティの注意を引こうとしてるけど、
前を見てない。気をつけて。あらまあ、バスター泥の水たまりに突っ込んだね。泥にはまっちゃった。パパがバスターを引っ張り出し、いいチームワーク。そんな、道路が木で塞がれてる。でも大丈夫。パパバスは木を飛び越えるよ。そしてバスターは木の下を滑り抜ける。うわあ、かっこよかったね。急いで、モンティーだ。パパに何か考えがあるみたい。二人は大きな泥の水たまりを走り抜けてるよ。何してるんだろうね。二人が泥にカイトの絵を描いて、モンティーはやっとカイトが自分に引っかかってることに気がついたよ。あらら。バスターはカイトを取り戻したよ。ありがとうモンティー。しっかり握ってバスター。ふう、また飛ばされるところだったね。バスのバスターとテリートラクターが来るよ。競争するみたいだね。バスターはとても自信がありそうだね。テリーは呆れてるよ。誰が勝つのだろう。行くよ。位置について、よーい、ドーン。行ったね。バスターがリードをしてるよ。頑張ってテリー、その調子。テリーはバスターほど速くないみたい。あれ、何をしてるの。もうバスターったら自慢してるよ。かわいそうなテリー。バスターは絶対に勝てると思ってるんだね。ゴールはまだだよバスター。頑張ってテリー、まだチャンスはあるよ。もうバスターダメだよ。テリーに優しくしなさい。気にしないでテリー、速さだけでは勝てないことをバスターに見せてあげて。バスターがもっと先に行っちゃった。泥の水たまりの中を走ってゴールに向かっている。やれやれバスター、暑いのはわかるけど、まだゴールしてないじゃない。あそこを見て、リンゴの木だ。バスターは木陰でお昼寝をするみたい。バスターったら余裕がありすぎるんだから。あらま、バスターが寝ちゃった。あれを見て、テリートラクターだ。バスターを追い越したよ。バスターったら寝すぎだよ。ゴールに向かって走っていくよ。バスターがっかりするんじゃないかな。もう少しだよバスター。でもテリーはどこ。いたいた。テリーは先にゴールしていたんだ。おっちょこちょいだなバスター。あんなに寝るからだよ。それからあんなに自慢げにしてたらダメだよ。だってゆっくりでも頑張れば勝てるんだから、うん、バイバイ。バスターとアッシュはビーチで一日を過ごすよ。ママバスとママ消防車はバーベキューの準備をしてる。バスターとアッシュは大きな砂のお城を作ってる。わあ、波が打ち寄せてくる。急いで、砂のお城が崩されちゃうかも。アッシュがどうにかしようとする。砂の壁を作ってお城を守るんだね。いい考えだねアッシュ。見て、アイスクリームトラックのイギーだ。やったそんな、アッシュの壁は波を止めることはできなかったね。お城が崩れちゃった。バスターはとても悲しがってる。でもアッシュにまだ考えがあるよ。バスターはとても落ち込んで手伝うことができない。アイスクリームを食べたら元気になるかも。何味がいいかな。わあ、とっても大きなアイスクリーム。おっと、動かないで。アッシュはまだ砂のお城を作り直してる。バスター、アッシュにもアイスクリームを持って行ってあげるといいね。でもバスター、アッシュの壁でお城が守られなかったからアッシュに怒ってる。
バスターは自分だけでアイスを食べてるよ。わあ、アッシュは砂のお城をとても綺麗に作り直したよ。バスターはアッシュにアイスクリームを持ってこなかったことを申し訳なく思ってる。だから自分のをアッシュに分けてあげるよ。気をつけて落とさないようにね。イギーは2人にアイスのコーンを1つあげる。これで2人一緒に食べられるね。うん、おいしい。やあバスター。わあ、見て、アメリカの砂漠にいるよ。カウボーイの帽子までかぶっちゃって、金色の星をつけてる保安官だね。見て、投げ縄だ。上手だねバスター。これで君も立派なカウボーイ。テリーだ、帽子を傾けて挨拶しなよ。テリーはあまり嬉しそうじゃないね。待って、バンディットバスだ。背中に乗ってるのは何？袋だ。キャンディーショップに盗みに入ったんだね。なんて悪いやつ。捕まえなきゃバスター。急いで逃げていくよ。追いかけるんだ。起きて保安官、泥棒が逃げてるよ。二人は線路の横を走ってる。急いでバスター、バンディットを逃がしちゃいけないよ。バンディットが列車の通勤の前を飛び越したよ。列車が通り過ぎるのを待とう。どこに行った？しまった、逆方向に行ってる。なんてずる賢い。追いかけてバスター。バンディットはサボテンに迷い込んでバスターから逃れようとしてる。トゲに気をつけてバスター。刺さるととっても痛いよ。あと少し。危ない。バスター大丈夫？大変、サボテンでタイヤがパンクしちゃった。どうしよう、タイヤがパンクしてちゃ追いつけないね。待って、この手があった。投げ縄。よくめがけてバスター。1、2、3。お見事、よくやったね。バンディットを捕まえたよ。パトカーのオーティスも来たよ。喜んでる。よし、バンディットはもう牢屋の中。バッジまでもらったんだね、保安官バスター。わあ、冒険いっぱいの夢だったねバスター。楽しい一日を。やあバスター。スカウトとドライブをしてるみたい。見て、配達トラックのトニーだ。スカウトとバスターはトニーについていくみたい。二人とも楽しそうだね。スカウトったら。バスターは前を見てないね。バスター危ない。はあ、危なかったね。気をつけてねバスター。もう少しでトニーにぶつかるところだったよ。見て、道路に穴がある。トニーが穴に向かってる。ああ、穴のせいでトニーのドアが開いたよ。バスター、スカウト気をつけて。箱が今にも出てきそう。やっぱり出てきちゃった。トニーは気づいてないみたい。また箱が落ちてきそう。わあ、賢いよバスター。ナイスキャッチ。また落ちてきそう。すごいスカウト、よくやったね。ああ、気をつけてスカウト。スカウトが滑って道路から外れちゃった。スカウトの箱が木の上に。見て、トニーが赤信号で止まるよ。今のうちに。バスター早く、時間がないよ。いいよバスター。あとは拾った箱をどうやって戻すかだね。スカウトが何か思いついたみたい。いいねスカウト、その木の板を使って移動させるんだね。なるほどね、これで箱を詰めれるね。二人ともよくできたね。さあバスター、ドアを閉めよう。青信号に間に合った。トニー行っちゃったね。箱をなくしそうになったことを知ることはないんだろうね。よくできたねバスター。やあバスター。わあ、あの不気味なネバネバを見て。あちこちに飛ばしてるよ。見て、トラクターのテリーだ。ネバネバを避けてる様子。とても用心してるね。ブーン。待って、気をつけてバスター。テリーに突進してるよ。危なかった、気をつけないとバスター。あらまあ、テリーにネバネバをかけちゃったよ。あまり嬉しそうじゃないね。大
バスターまた行っちゃった。緑色のネバネバの中で遊んでる。気をつけて。バスターはネバネバの中にはまっちゃった。どうしよう。抜け出せないでいるよ。日が暮れて暗くなってきた。怖いね。バスターは大丈夫だといいけど。みんな見て、トラクターのテリーだよ。助けに来てくれたんだ。あまり嬉しそうじゃないけど。お願いテリー、バスターを助けて。押せば抜け出せるはず。ああ。さあ行くよ。1、2。助かった。やったね。ありがとうテリー。よかったねバスター。トラクターのテリーのおかげでバスターは緑のネバネバから救われたね。バイバイテリー。バイバイバスター。こんにちはバスター。泥の水たまりで楽しそうに遊んでるね。あちこち泥だらけだよ。これは誰かな。テリトラクターだ。バスターよりは慎重みたいだね。バスターは水たまりの中を走ってとても楽しそうだね。危ない。テリトラクターの方に向かってる。ああ危なかったね。気をつけてねバスター。水たまりは滑りやすいよ。あらまあ、テリトラクターが少し怒ってるみたいだよ。また行ったよ。今度は注意して走ってねバスター。危ない。あらまあ、バスターがハマっちゃった。おっちょこちょいだね。どうするんだろう。日が暮れて暗くなってきたね。バスター大丈夫だといいんだけど。みんな見て、テリトラクターだよ。助けに来てくれたんだ。でもちょっと不機嫌そうだね。テリーお願い、バスターを助けて。押してあげるだけでいいから。できるかな。1、2。それやった。ありがとうテリー。やれやれ、テリートラクターがいてくれて本当によかったね。バイバイテリー。バイバイバスター。やあバスター、とてもかっこいいサメのポスターだね。バスターはとても疲れてるみたい。何の夢を見るんだろう。これは何？ヒレ？サンゴ？すごいよバスター。海の中にいるみたい。嬉しそうなバスター。海が新しい遊び場だね。綺麗だと思わない？頑張れバスター。空高くジャンプ。とても楽しいね。待って、これは何？巨大な魚。急いでバスター隠れて。違った、ちっとも大きくない。とても小さいよ。大丈夫バスター、心配なし。でも今度は何？サメのシャムだ。鋭い歯を見て。隠れてバスター早く。大変、小さな魚はバスターに回されちゃったせいでサメの方に一直線。サメのシャムはとても友達を作りたそうだね。でもみんな怖がってるみたい。急いで小さなお魚さん、バスターの影に隠れるんだ。ちょっと待って、サメは悲しそう。とても残念がってるよ。ねえバスター、あのサメはきっと寂しいんだよ。友達になりたかっただけ。遊び相手がいないんだね。そうそうバスター、声をかけに行こう。ほらね、ただ一緒に遊びたかっただけだよ。バスターとシャムはとても楽しそう。海は鬼ごっこをしたり友達を作るのに最高の場所。一緒に仲良く遊んでる。あ、バスターは目を覚ましてる。ただの夢だったね。バスター、ヒレはもうないよ。またバスに戻ったよ。なんて楽しい海の冒険。やあバスター、何を持ってるの？アイスクリーム。とても美味しそうだね。わ、どうしたのバスター。歯がグラグラしてる。これは良くないね。甘いお菓子の食べ過ぎかもねバスター。あらまあ、とても痛そう。かわいそうなバスター。いい考えだねロビン。バスターは歯医者さんに行って抜けそうな歯を見てもらうといいね。大丈夫バスター、そんなに怖くないよ。美味しそうなロリポップ。でも抜けそうな歯には良くないと思うよ。うわー、今のは
痛そうだったね。リンゴはどう、バスター。それほど甘くないよ。あ？バスターはもう何を食べるのも怖いみたい。おやま、歯はまだ痛いね。かわいそうなバスター。何かしないとね。そうそう、ロビン。助けを呼んできて。誰か来たよ。救急車のアンバーだ。彼女ならどうしたらいいか知ってるはず。怖がらないで、バスター。アンバーが助けに来たよ。勇気を出して、口を大きく開けて。さあ、バスター、大きな口を開けて、アンバーに歯を見せて。どれどれ？とても痛そうだね、バスター。最初の乳歯が抜けかかってるみたい。大人の歯に生え変わるから心配しないで。ここはアンバーに任せよう。歯ブラシ。歯磨き粉をチューブから絞って、右へ左へ歯を磨こう。上手だね、バスター。ピカピカになったね。そしてお口をすすいで、歯を磨くことはとても大切。よくやったね、バスター。アイスパックで痛みが和らぐよ。ほらね、そんなに怖くなかったでしょ？ありがとう、アンバー。わー、見て、バスター。グラグラしてた歯が抜けてる。これでもう大丈夫。新しい歯にすぐ生え変わるよ。よくやったね。今日は学校で何を学ぶんだろう。わー、火山だ。実験をするんだね。先生がお手本を見せてる。まず、白い粉を少し。次に、着色料を3滴。そこに酢を入れると、ブクブク泡ができるよ。わあ、噴火した火山みたい。すごいね。みんなとても興奮してる。今度は自分たちだけでやってみるよ。あらまあ、バンディットやり方を間違えたね。そんな、スカウトも失敗。バスターは、バスターも同じく失敗。なんでうまくいかないんだろう。アッシュは成功するかな。バスターが確かめに行く。アッシュはまだ原料を入れてる。うわー、成功。よくできたね、アッシュ。みんなうまくできなかったのに、アッシュだけどうして？そっか、アッシュは黒板の説明通りにやったんだね。いい考え。先生はアッシュを褒めてる。みんなももう一度挑戦。でもまずはやり方を確認するよ。白い粉を少し。そして着色料を3滴。酢を入れたら、ブクブクの泡。やったー、できた。みんなの火山噴火してる。とても面白いね。よくできたね、みんな。手順に従えば、いろんなことができるね。みんな成功して、先生はとても嬉しい。パパバスはバスター、スカウト、バンディットを森へキャンプに連れていくよ。キャンプサイトを準備しよう。まずテントを立てるよ。パパがやり方を教えてあげてる。テントが飛ばされないようにペグを打ち込んでる。見て、テントをしっかり固定してる。わあ、できたね。パパが火を起こすための枝を集めてる間に、バスターたちはテントを立てる。今の何？バンディットがマシュマロを持ってる。美味しそう。しまった。バスターはペグをしっかり打ち込まなかったんだね。テントが飛んできたよ。前が見えない。気をつけて、スカウト。そんな、テントが飛んでく。バスター取り戻せるかな。スカウトとバンディットが助けに行く。頑張れ、バスター。君ならできる。よかった、地面に落ちたね。そんな、また。パパバス、気をつけて。おっと、枝が飛んでっちゃったよ。ふう、
大丈夫だった。さあもう一度テントを立てよう。バスター、今度はちゃんとペグを全部打ち込もうね。よくできました。パパバス、今度は何をするの？わあ、マシュマロを焼いてる。いい、美味しい。なんて楽しい一日。うん。